こんばんは、ケイケです。今回はちょっと、まあいろいろ話したいことあるんで、話しながらゆっくりマルチやっていこうかなって思います。レッツゴー。で、YouTube チャンネル登録者数が1万人超えました。ありがとうございます。ってことと、まあ、長い間待ってくれた人もいるんで、少なからず。それは本当にすいません。ちょっとまあ、自分勝手に、な都合なんですけど、まあ、一応理由っていうか言い訳があるんで、まあそれちょっと聞いてください。で、理由2つあって、まあ、自分が YouTube 長い間やんなかった理由ですね。まあ1つ目は本当シンプルに自分の問題で、モチベが出なかったってことですね。 CRL とかも始まるし、なんかわざわざやる必要もないかなって感じで、まあ YouTube をそのまま放置してたって感じです。で、2つ目はまあ自分の意識の問題ですね。これはなんですけど、やっぱプロとかやってて、まあツイッターも結構毎日投稿とかしたりして、 YouTube とかもまあ、昔やってたんで、やっぱそこそこ知名度っていうのがやっぱ上がってくるんですよ。上がってて、自分で言うのもなんだな、だけどまあ上がってて、ちょっと集中してる。上がってて、でだからやっぱ自分の身の回りの人とかも自分のこと、まあ、知ってる人が多くなったりとかあって、で自分にとってやっぱ自分から言うこととかなかったんですよ、プロに関してとか。今俺プロやクラロワットゲームのプロやってるんだとかは、自分からは絶対、まあ友達とかにはまあちょっとまあ知られてたって感じですけど、自分からはまあ言わなかったんで、まあ言いたくなかったっていうのが正しいんですけど、それはなんでかっていうと、やっぱ今って今の世の中ってあんまe スポーツに対してちょっとやっぱそんないいイメージではないじゃないですか。まあ、ていうのもあって、まあいろんな理由があって言いたくなかったんですね。まあだから自分にとってはクラロワと、まあゲームとリアルは別々に考えたくて、だからまあクラロワはクラロワで、まあリアルはリアルでみたいな感じでやりたかったんで、まあなんですかね、ちょっと難しいですね、言葉めっちゃ詰まっちゃうんですけど、お前プリクリでしょ絶対。よっしゃ、勝った。あとは、なんで、まあ自分からも言わなかったし、自分がそういうことをやってるっていう、まあ、自分がやってることは全然、まあ、恥ずかしいっていうことじゃないと思うんですけど、相手の気持ちになって考えてそう思われるのが嫌だなって感じで、それどういうことかっていうと、今自分たちやっぱクラロワやってる人にとっては、まあ、クラロワのプロとか目指す存在とかっていう人もまあいると思うんですけど、クラロワやってないなんかゲームとか全然知らない人から人目線で見たら、クラロワのプロとかプロゲーマーとか全くわからないじゃないですか。なんならどっちかっていうと悪印象だと思うんですよ。だからそれを思われるのが嫌で、やっぱプロってことはなるべく隠してたんですけど、やっぱまあバレちゃって、まあ知られてて、で知られてるってことを自分がまあ知ったんですよ。今まではその前までは全然知られてないなって思ってたんですけど、自分からも言わないし、
だけど、どっからかわかんないですけど、まあ、知られてて、だから、それ、やっぱ、YouTube とか、もしかしたら、まあ、見てる人もいるのかなと思って、で、それがやっぱ恥ずかしかったんですね。一応高校生だし、ちょっとまあ、いろいろ思うこともあるんで、まあ普通に見られるのが嫌で、同級生とかに。YouTube を。やっぱ少ないじゃないですか、そんなゲーム実況とかやってる人は。だから、まあ実況じゃないけど俺のは。だから恥ずかしくて、まあ、それが二つ目の理由っすね、言っちゃえば。シンプルに恥ずかしかったっていう、ただ単の。本当に、もう、思春期って感じっす。え、まあ、そんなん気にしないだろうって思う人もいると思うんですけど、俺は気にしたんですよ。だから、YouTube をやってませんでしたね、長い間。で、尾張社長と、なんか挨拶だけの動画みたいな。あれは友達なんですけど、実際のあれはちょっと協力してもらって、いや尾張社長は本気で YouTube やってなくて、ただ単になんかおふざけでやってる感じなんで、まなんですけど、ちょっとやばいなこれで。ちょっと自分がその時に知られてることを知ってて、知った瞬間で結構恥ずかしくて、知られてるってことが恥ずかしくて、だから、YouTube チャンネルとか、知られてるってことは、まあ、見られたりすんのかなと思って、隠したんですよ。隠したんですよ。尾張社長の挨拶で。なんか、なんて言うんだろうな。真面目にやってるって思われたくなかった。から、ちょっと、ふざけた。って感じですね。はい。でも、で、なんで今やってるかっていうと、まあ、もともとやる気はなかったんですよ、絶対。もういいかなと思って。だけど、最近とかは、まあ、なんだろうな。ゲームイズのチャンネルとか見てる方はわかると思うんですけど、結構、まあ、はっちゃけたりしてるじゃないですか。まあ、あれが多分、学校の自分って、がどんな感じって言われたら多分あんな感じなんですよ。だから、まあそれ、なんだろう、なんて言うんだろうな。やばい、難しいな。ちょっとすいません。説明下手で多分、わかんないこと多いと思うけど。これ釣った方がよかったかな。やばい、ザップで飛ぶ。もうこれナイト3発されるんでね。あっぶね。で、だから、ちょっと待って、あんまザップ漏れたじゃん。まあそういうことっす。大体は分かっやってるかわかんないけど、大体は。あべ、丸太刺した。まあシンプルに恥ずかしいっていう話です。で、今なんで投稿じゃしてるのって話にしましょう。それは、それはですね。やばい。それやばい。あ、終わった。ああ。やばい。それは、まあ、最近ゲームイズとかではっちゃけてて、で、もう YouTube もやらなくて、で、そうすれば、まあ別に、
なんか YouTube を見られるのが嫌だったんですよ、やっぱ自分の。うん、なんか変だし、ちょっと自分で見てても。だから、まあ YouTube やんなければいいかなと思ってたら、ゲームズチャンネルも知られてたんですよ。まあそれそうか。だから、いや知られてたっていうか、まあどっかから、まあいろ、やっぱ結構高校生とかってクララとか多いと思うし、いろんなところからまああると思うんですけど、それもなんか見てるらしいよみたいな。別に友達見られる分ならいいんですよ。でもまあいろんな人にまあ見られ見てるって言ってたよみたいなことを聞いて、あ見られてんのか、あじゃあもういっかみたいな。てな感じです。ちょっと自分でもなんかあんまりなんかはっきりしない理由っすけど、別にもういいかなみたいな考えになったんで、 YouTube を投稿し始めました。はい、これからまあ今日のプレイちょっとひどかったんですけど、まあこれからはちょっとまあ話すけど解説しつつって感じで、今はもう完全に別の話だったからだけど、解説しつつ、まあ、枯渇いろんなデッキの動画載せていけたらいいなと思ってるんで、まあよかったらご視聴ください。ではお疲れ様です。終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。